旅行堂でした。「牛乳は残ってる」「触ってもいいですか」「これ自分で描いたの」「彼は工場で働いている」「コーヒーをいっぱ杯ください」「トムに電話してみたら」 彼は三日後に帰ってきた。なんでそんなに疲れてるの彼らは十二人の子持ちです。中国人の友達は何人いますか彼には一緒に遊ぶ友達がいない。 皆自分の家族を守らねばならない人に聞く前に少しは自分で調べたら彼女は涙をこらえることができなかったすみませんタクシー乗り場はどこですか